はい皆さんこんばんは。えー、カズシーズチャンネルの時間がやってままいりました、えー、先日ですね、えー、前田さんと徳地さんの、えー、奇跡のコラボが実現いたしましてね、えー、すごくねご覧になっていただけなかったなと思うんですけどもまあまだね続編がありますんでね、まあ、続編を楽しみにしていただいて、えー、まあ、お二人のねレジェンド中のレジェンドということでまあ今回から新しい企画としましてですねあのー 私が今まで触れ合ってきた触れ合ってきたといいますか、ね、試合で、えー、試合や練習、えー、プロレスラーとして20年やってきた中でいろいろ絡んできた、えー、プロレス界のレジェンドについて話していきたいと思います、えー、僕はですねまず最初にプロレスに入門して、まあ、全日本プロレス馬場素子さんの え全日本プロレスに2000年に入門されまあその前に一度入ってるんですけどねちょっといろいろあってまあやめてまあそれで出戻った時に2000年の大量離脱の後にえ戻ったんですけどもまあその時に一番初めについたえ人がこのね、えー、川田俊明さんね川田俊明さんはい川田さんの付き人にまあそうですね大体3年近くついたのかな はい、3年ぐらいついてまあ当時ね何と言っても先輩レースラーがごそっとのごそっともいなくなった時でしたんでまあその練習だったりとか礼儀だったりとかプロレス界のしきたりとかもう本当にね1から10まで川田さんに手取り足取りじゃないですけどあの教えていただいたっていう感じですよね。はいまああの 川田さんの、ねまあ、練習はきつくて、ね、当然なんですけども何と、まああのー、言っても、ね、川田さんの一番の特徴はものすっごく、ねあのー、綺麗好き、まあ、これに限りますよねあのまあ僕付き人すぎてて、ね、一番大変だったのは、まああのー、川田さんは、ねあのー、いつも試合終わってからもそうですけども常に日常からね あのもう今から20年以上前ですよ。まあ、その当時からあのエタノールを、ね、こう持ち歩いててエタ,エタノールで手を消毒したりあの全身を、ね、こ消毒したりする、まあ、今は、ね、コロナウイルスのことですごく、ね、あのみんなエタノールを使ったりすることが多いですけども、まあ、20年前っていうのは、ね、やっぱりその時代を先取りしていたというか、ねまあ、当時はちょっと、ね、やっぱあのカルチャーショックというかね、まあ 右も左も左わからない、ねあのー、ガキででしたんでねちょっとね、あのー、大変でしたよねそこは。でまあ、あのー、地方巡業に出ると、まあ、今と違って地方巡業はね3週間以上あるロングシリーズというかね長丁場だったんですよね。まあ、そうすると、あのー、このエタノールをねエタノールの瓶を、まあ、10本以上は最低でも持ち歩いてえ背中を拭かなきゃいけないカット麺。 それも、あのー、5箱ぐらい持っていかなきゃいけなくてねスーツケースがねものすごく重くなったっていうね、あのー、月人自体の、ね、思い出がありますよね、はい、でねまあ付き人でねどんな仕事をするかというと、まあ、母さんの着替えを用意したり、まあ、あの洗濯物をしたり一緒に食事をしたり、まあ、身の回りのせいをね だいぶするんですけども、まあ、あの、母さんはね、本当に練習熱心な人で。まあ、あの、地方の会場とかに行った時も。まあ、あの、地方でオフがある時もね、まあ、本当にジムを探して。ジム行ったりとかね。しましたよね。ただ、そのジムに行って。 あ,あのー、器具を使う前にあれをエタノールで消毒しろって言われてねあの <laughs> エアロバイクのサドルとかねバーベルのシャクトとかのね全部エタノールで消,消毒してジムの人に白い目で見られたっていう、あのー、記憶が、まあ、まあ今でしたらね今のコロナウイルスのねあのー、今の世の中でしたら、まあ、当然なんですけども、まあ、当時はねやっぱそういうのは。 なくてやっぱちょっとねす。すごく白目で見られましたよね。さらに、その消毒した器具をさらに手に軍手をはめてから使ってましたよね。川田さんはね。まあ、本当にじ今までう時代を先取りしていたというかね。あのー、すごかったと思います、ね。まあ,あの練習はね。本当にね。すごかったですよね。あのー、試合前にね。ヒンズスクワット1000回なんて本当ね。 あの準備運動ですよね準備運動にフィンズースカートを1,000回やって更、まあ、に腕立て伏せを1,000回やって腹筋背筋やってみたいな感じでまあフィンズースカート1,000回ねわーってやってるんですけどもだたいね500回とか600回になってくると「え今300回ぐらいじゃなかった?」って言ってねまた数字が戻るんですよ。でまあカズさんがそう言われると。 はいそうです、300回ですって言ってね、また最初から300回からやり直さなきゃいけなくなってしまうんで、結局ね、その繰り返しがね、まあ、4、5回あったりして、結局回数的にはね、2、3000回ね、余裕でいっちゃってたんですよね。<laughs> まあ本当にね、膝がぶっ壊れるんでね、これはやめてください。うん、ヒンズースクワットのね、高回数の、あの、自重とはいえね、ね膝がぶっ壊れてしまうんでねあの、あんまおすすめしません。まあ、それとですね、ああ、そうそう,そう、一番ね、 これがね、あのー、参った出来事が、あのーまあ、僕はまあデビューしたての新人の頃ですね母さんの付き人について練習試合前に練習してて地方の体育館行ってまあ練習が一通り終わって外にロードワークに出るわけですね、まあ、ロードワークに行って「宮本お前今日何試合目?」って聞かれて「あ僕試合1試合目です」って1試合目はだいたい6時半から始まるんです 遅かじゃあ6時25分まで走れるなって言って外をね6時半から試合なのに6時25分まで走ってさらに戻ってくるんですけども地方の会場なんで迷子になってしまったんですよね帰り道がもう分かんなくて僕はもう6時半から試合で着替えもしてないシューズも入ってタイツも入ってない、ねえー、もうテンパれましてですねあの本当にね焦ったっていうね記憶がね、あのー、ありますよね うん、まあいい思い出ですよね。でまあ付き人について巡、まああのー、業中バス移動して、まあ、パーキングに寄れば食事を一緒にしてっていうねで夜試合終われば一緒に食事をしてさらに洗濯してっていうコースなんですけどもまあね食事は本当ねもう毎食ねここのね喉のここまで上がってくるぐらいね食べさせてもらいましたよね。うん まあね、本当によく食べましたよね、カードさんの付き人について、まあ、食べさせていただいたっていうかね、ありがたいですよね。まあ、僕はね、あのー、食べることがすごく好きだったので、な、まあ、何の苦にもなかったんですけども、まあ、僕の後に付き人については、今、新日本プロレスの太一、石狩太一なんかは、まあ、食べるのはね、すごく苦手でね、あの大変だったんじゃないかなって思いますよね。 うんまああの川田さんについて、まあ、た食事なんかで言えばオフの間とかにね、あのー、いろんなところのね、あのー、大食いのお店をね、まあ、道場破りじゃないですけどもね記録を作っていったりとかねやりましたよね本当にねココイチの,の1.5まあた大したことないんですけど1 5キロのカレーなんかをね3分以内で食えって言われてね、まあ、2分ぐらいで食,食べたっていうね 2分を切ったのかな確かあの時にね2分を切ってね飲み物だろうなんて言われてね「あ <laughs> っすごいか」って言ってね1分半ぐらいで食べたのかな確か、うん、まあそれもねちょっと記録としてねしばらく残ってましたけどねはいまあねすごくね練習も厳しくてね本当にレスラーらしくてね本当に川田さんにはねよくしていただいたっていうか、まあ本当にプロレスラーの、あのー、基本1から10までね 本当にね教えていただいたっていうのはねありますよねはい、まあ、そのね川田さんの喋りがね、あのーまあ、川田さんが栃木県出身なので、あのー、北関東なまりなんですよね、まああのー、僕もね福島県出身で北関東はね隣ですんでね、まあ、すごくねそのなまりがね、あのー、懐かしくてね親しみやすく,くて、あのー、すごくね ななんかか嬉しっったなっていうね記憶がすすごくありまでも、ねまあ、今現在ね川田さんはあのー、都内でねラーメン屋さんを経営されて、あのー、メンジャラス系っていうラーメン屋さんを経営されて、えー、カレーパイタンラーメンっていうねすごく美味しい、あのー、僕もね何回か行った時あるんですけども、まあ唐揚げとラーメン、まあ、がを売りにしたあのー、ラーメン屋さん。 をやられていてで、ね、すごくね美味しいんですね。ぜひねあのー、行ってみてください。あ今度オフ会でもやりましょうと。母さんのねメンジャースケーで。まあ今はね緊急事態宣言中なんでね、あまり大勢で行くことはできませんけどもね。あのー、緊急事態宣言が明け,明けたらね、ぜひね皆さんもね行ってみてください。はい、すごく美味しいんでね。まあ多分ねあのー、写真撮影もねあの気軽に応じてくれるはずなんでね。はい、すごくあの美味しくていいとこですのでね。 うん、あと悩んだろうなカードさんのエピソードまあすごくその潔癖症あそうそうこれは忘れちゃいけないあのー、僕がねあの付、ー、き人にまあ,あのその再任務して、まあ、入って付き、はいあのー、人についた初めのシリーズ初めのシリーズでまあ最初のシリーズの初日がディファ利上げだったんですねで1日か2日開けて確か後楽園だったんですよね で、ディファーリア系で試合をして、あそうそう、それがね、ディファーリア系のこけら落としであの、最初の一発目のね、興行っていうか、だったんですよね、プロ,プロレスの興行っていうか、まああの、ディファーリア系ができて、初めてのまあ、もう今、ディファーリア系ないですけども、まあ、その初めての興行があ、その当時のね、馬バ場バトコさんの全日本プロレスだったっていうね、すごく懐かしい思い出ですよね。そう、で、ディファーリア系で試合をされて、洗濯物を預かって、1日明けてコール開けの。 で、その洗濯物を僕はね道場でまあ付き浸って道場でやって乾いてねそれをねこれだけに持ってったわけですよ、ね、そしたらね、あのー、全部ね用意して置いといて、うんね、準備万端スタンバイをしたわけなんですけども川田さんにね「おい!」って呼ばれたんですよねあ何かなと思って「このアンダータイツ俺のじゃないよ誰のだよ」って。 言われてまあ、川田さんのアンダータイツっていうのはダブル生地になってて生地が2枚になって二重になってるんですよね厚くなってて、うん、でまあダブル生地を使ったアンダータイツを履いてるのは河田さんしかい,いなかったんでであれあれと思ったんですよねうん誰のだ,だこれ俺が僕が用意した川田さんの洗濯物のアンダータイツはシングル生地だったんですよねはい、あ、あれやばいしまったなんだろうどうしたどうした カーダさんが「俺のアンダータイツはダブルなんだよこれシングルじゃないか」<laughs> まずいなそうねちょっとねキーンとね、うん、気づいたんですけどね間違ってね僕はね自分のアンダータイツをカーダさんに渡してカーダさんのアンダータイツを僕が履いちゃってたんですよほん,とこれ大失敗、ね、ほんでカーダさんがね「なんでお前お前が履いてるじゃねえかよ」 もういいよそのアンダータイツあげるよって言われてねもう21年前ねもらったアンダータイツがね今でも大事にね取ってありますけどねこれ本当にね大失敗でもね川さん絶対ねあの失敗してもねあの殴りつけるとかねそういうことは絶対しなかったですね、うん、理不尽ないいじめとか、そういうのも、 まずなかったですし練習はとにかくきつかったですね練習はとにかくきつかったですけどもまあ、そこにあるのは愛情と言いますかプロレスラーとして対戦してほしいっていうようなね愛情がすごく入ってる練習でまあ、本当ね、きつい練習の中にも愛情があるだからねこうやって乗り越えられてね今あるのじゃないかなと思いますよね本当ね、この場を借りてね川田さんにお礼を言いたいですね川田さん本当ねあの20年以上前 アンダータイツを間違えてあの僕のアンダータイツ私にしすみませんでした <laughs> そしてここまで育ててくれてありがとうございました、ね、また今度美味しいラーメンをね食べに行きますんでねぜひ、あのー、その時は一緒に写真撮ってくださいはいてな感じでですね、あのー、レジェンドを語るシリーズ第1弾は、えー、デンジャラス系川田俊明さんでしたはいそれでは第2弾を誰にしようかな 第2弾をまたさらにお楽しみ,くお楽しみにしててくださいそれでは皆さんおやすみなさい、えー「カズシーズチャンネル」ではこの番組を一緒に盛り上げてくれるスポンサーを大募集しています、えー、詳しくはお気軽に DM、えー、くださいよろしくお願いします